OECD 経済協力開発機構は9日、最新の経済見通しを公表し、今年の世界の実質成長率を 5.6%、来年を 4.0% とし、去年12月時点の予測からそれぞれ上方修正しました。新型コロナワクチンの普及やアメリカの追加経済対策などが成長を後押しし、世界経済は今年半ばまでに新型コロナ危機前の水準に回復すると分析しています。国別ではアメリカの成長率を 3.3 ポイント、日本も 0.4 ポイント上方修正しました。